じゃあね、ちょっとお手紙を書いたので、はい、待って、そんな聞いてないんだけどね、待ってよ、お手紙書くっていうんだったらちゃんと便箋買ってくるもらってばっかじゃん。いや、だって本当にお手紙だったもん。いや、プレゼントは確かに約束したから、うん、あの配信上で言ったくらいだし、うん、あるかなとは思ってたんだけど、うん、手紙はマジで、え手紙とか、うん、何年ぶり。え、嘘だ。本当手紙本当にもらわない。あ、そう、あのリスナーさんからのファンレター、いつも配信見てます。そう、あれ本当にありがたい。友達からの手紙は本当にないよ。ゼロ件です、はい、さあ読むぞ。はい、うん、怖い。え、めっちゃ怖い。Thank you って Thank you Thank you って書いてある。すごい、なんかジャックポット当たった時のなんでもない。メダルゲーム、じゃメダルゲームのね。ああ。そうそうそう。カザキ、君に対して改まって何かをするのはこれが初めてな気がします。少し照れくさいね。めっちゃ照れくさい。この場を借りていくつかお礼を言わせてください。まず路頭に迷っていた僕を救ってくれてありがとう。一緒に海に行ったあの日、君に誘われていなかったら、あの日夜、君から応募用 URL が送られてこなかったら、二次三次のオーディションを受けることも、こうして一緒に暮らすこともなかったと思うと、不思議な巡り合わせだな、これは奇跡なんじゃないかなと思います。海に行ったあの日、君に会う前僕はずっと海を見ていたのですが、あの日の海はやたら黒くて、なんかぼーっとしてたら吸い込まれてしまいそうな荒れ模様でした。めっちゃ風やばかったよね、うん、あ、実はあの渚のバルコニーの6秒ぐらいの動画の、うん、海のなんか荒れているあの動画は、うん、 あの日のあの日のやつなの。あの日の海です。実はそうです。あの日の海なの。うん、気になった人はまあよかったら、ね、そうなの。今知ったんだけど、あの日の海だったの。あ、そうなんだ。あの日君遅刻してきたからね。あ、知った。ごめんなさい、はい、その間ずっと僕は海を見ていたんですが、はい、ごめんなさい。そう、めちゃめちゃね、海荒れてて、はい、やたら黒くて荒れてて、だからなんか君が来てくれてよかったなと、あの時会えてよかったなと思いました。小さな奇跡の積み重ねで今同じ活動をしていること、本当に嬉しく思います。これはデビューする前の話になってしまうけど、誕生日にケーキを作ってくれてありがとう。サプライズに呆然とする僕を不思議そうに笑っていた君は、名前の通り花のようでした。おじさん構文みたいな。いやいやいや、よく言われるから、あの、そう、ファンレターでもよく言われるの、花のようです。そっか、大丈夫だよ、うん、床焦がしちゃってごめんね、換気扇回し忘れてたの、もうごめん。君と暮らせて本当に楽しかったです。一緒にご飯を食べたり、テレビを見て笑ったり、洗濯物を取り込んだり、そんな些細な日々がとっても幸せでした。ありがとう。場所が変われど一人じゃないから、これからも共に強く凛々しく生きていきましょう。はい、大好きだよ、山オーガストでした。うわ、手紙ってこんなに来るものなんだ。友達からの。ちょっとあんま手紙って書いたことなかったから、ちょっと拙いものになってしまいましたが、ありがとう。受け取っていただけると幸いでございます。ありがとう。マジでありがとう。君からの手紙2回目だ、これ。手紙っていうわけではないんだけど、なんかプレゼントを一回なんかお土産みたいなのもらった時に、うん、なんかパンダの絵を描いてる当時なんかそう、なんかそう、めっちゃ敵っぽいから買ったわみたいな。それあーなんかあったかも、今持って飾ってあるよ、すげー、実家に。そう、すげー、ある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 、そう、本棚に飾ってあって、嬉しい、ありがとう、これも飾ります。あー、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。そう、ちょっとね、もうね、あの、うん、リスナーさんの中ではなんだこれってなっちゃってる人もいるかもしれないけど、ちょっとまあ自分たち的には結構本当にいろいろあった、う
人生があるんすよ、うん、中身がめっちゃギュッと詰まってるので、うん、ちょっと付き合ってくれてありがとうございました。ありがとうございました。本当に4ヶ月ね、急になんかポッと急に絡み出した人だとびっくりしちゃった人もいるかもしれないんだけど、そう、まあでもなんかそれでもそういうことがあってもなんか絡みたくて、うん、そうい、うん、そうなんかね、隠すの嫌だったので出したんです。デビュー時もね、そう、社員さんとかもあのやめた方がいいってめっちゃ言われてたので、この関係性を表に出すのは建設的ではないと思いますみたいなことをよくっていうか、まあ結構言われて、でもね、私たちとしてはやっぱりだってやましい気持ちが、やましい理由が何もなかったからすごく嫌で、まあ それがあっても一緒にね、ちゃんと楽しいことをして楽しませることをしていけたらなと思ったので、うん、ね、君たちが支えてくれてたおかげでここまで本当にそうそう来られました。本当にありがとう、うん、まあこれからね普通にオンコラボもするんで、あの別れるは、あの、うん、こっちは別れだけど、うん、リスナーにとっては別れじゃないので、うん、そう全然これからも2人絡んでいくので、うん、普通にみんな、あのみんなは逆にてーてーなーぐらいの気持ちで見てくれていいけど、まあ、こっちは普通に仲良くしてるので、うん、今まで通り、はい、お願いします。本当に今後とも山笠をよろしくお願いします。はい引退ではないです。いやもう本当に個人が本当になんかもう、うん、こっちがなんかそうお互いにじみりしてるから、うん、置いてきぼりにしちゃってるところあるかもしれないんだけど、デビュー前の話とかしてごめん、そう本当に申し訳ないんだけど、すごい本当思い入れが深いので、ケーキ焼いてくれたんだ小崎が、まあ、そういう、うん、そういうのも踏まえた上でなんか、うん、まあ見ていてくれたらみんなもそうなんかびっくりしないかなと思ったので、うん、言ってるんだけど、まあ、うん、よろしく、今後ともよろしく、よろしくお願いします、うん、はい、みんな来てくれてありがとう。はい、まああれだ、はい、そうだ、なんだ、握手していいですか。ええ、いやなんかもう、ね、うん、4ヶ月ってでかすぎるんだよ、あーそっか、うん、4ヶ月だなって思って、ちょっとね、4ヶ月は自分本当に一人で痛みからするとでかい期間だったのし、うん、そう、うん、自分もちょっと大きく出た、うんうんうん、決断だったから、人を家にいざ家住ませるっての、うん、はい、ちょっと待って、汗がやばい、汗がやばい、汗がやばい、いやいやいや、頑張ってほしいっていう意味も込めてね、これ緊張するわね、そう、嬉しいね、いやいや、頑張ろうっていう、一緒に切磋琢磨しようっていう握手です、これは、うんうん、よし、よし、ちょっと待って、マジ、はい、はい、よろしく、はい、頑張ってください。いや、もうこれからも頑張っていきましょう、はい、ありがとう、4ヶ月ありがとうございました。こちらこそ本当にありがとうございました。これからも友達としても同僚としても、うん、もうよろしく、うん、こちらこそはい、そんな感じかな、はい、って感じです。はい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 、ということで、はい、はこれから長い年月、はい、青春みたいなことまたしていくと思うので、はい、そうだな、うん、僕たちの戦いはこれからだで終わりにしたいと思いますありがとうございました。本当に付き合ってくれて、長い間2人のことを応援してた人は長い4ヶ月だったと思うし、短い4ヶ月だったと思いますが、うん、これからはお互い一人暮らしをして、うん、ちゃんと自立したライバーになりたいと思います、うん、よろしくお願いします。はい、お別れ会でした、でした。それぞれをこれからも応援してくれよな。バイバーイ。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。今愛してるよ。おウィー、うわーこれは敬愛です。おーおーおー
ん素で照れてるんだけど、どうしたらはい、せーわよ、はい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 、あ、エンディングとかないの？エンディングある？もうテンパっちゃったよ、どうして、どうしてくれるんだよ。いや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 、どうしよう、あ、はい、あ、はい、エンディング、エンディングね、はい、エンディングにしますよ、はい、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録 とあの高評価を忘れなく。お願いします。よろしくお願いします。2人分のね、はい、よろしくお願いします。はい、カザキも愛してるよ